今回の動画は秋葉ディープトラベルさんと共同で企画して制作しました。まあ企業案件というよりはいろいろ撮影のご協力などもいただきまして、私からはこの秋葉ディープトラベルさんのやっている秋葉原の観光ツアーと、それから秋葉原の観光クーポンの宣伝も一応この動画の中に含めさせていただこうと思います。今日は2020年9月1日、ここは東京千代田区秋葉原です。世界で第13番目に人々の乗り降りが激しい駅ということになっていて、山手線、京浜東北線と総武本線の乗り換え駅です。ここから秋葉ディープトラベルのツアーに参加します。今回は私のために特別に1人分でやってもらいました。体温は 36.7 度でした。結構外が暑かったですからね。アルコールの除菌もいつも持ち歩いておられました。私も持っています。まずは秋葉原駅周辺を少し散策した後、中央通りを北上して、少し裏道に入ってメイドカフェなどのお店を巡る予定です。 JR 東日本の駅ビルがアニメキャラクターとコラボレーションするのはかなり珍しいそうですが、秋葉原駅では普通です。ここアトレには今アイドルマスターのキャラクターがいっぱい並んでいます。そういう昔流行りましたよね、トカチツクチテってんだったら。私も聞いたことありますけれども、通行人の記念撮影が絶えなかったですね。この秋葉原駅電気街口の南側、ここでは外国人観光客がたくさん記念撮影をする光景を前は見ることができました。実際ここが海外では秋葉原の象徴的な景色として知られているのだそうです。私は逆にそのことは知りませんでしたが、言われてみれば確かにいい景色だなと思いましたので、その後ここで動画を作ることも多くなっています。総武線の下の方へ入ってきました。この辺りにはラジオという名前がついた建物、もしくは商店街などが多く並んでいます。総武線の高架の下にも、まあ、大体3つの商店街がありますが、その中で今から通り抜けますのがラジオセンターというところです。上に小さく名前がついているここは、戦争が終わった後の闇市が発祥で、闇市としてそのまま続けていくのでは良くないと総武線の高架の下があてがわれているんだそうです。総武線の高架そのものは関東大震災が終わってすぐですから、まあ、戦争する10年前ぐらいにはできているはずですけどね。昔火事が起こって建物を建て替えたりもしたので、戦後すぐのものをそのまま使っているというわけではありません。建物の外からまず眺めてみると、外側にショーケースが並んでいるのが目につきます。これはレンタルショーケースといって、秋葉原では現在かなり広く普及しているものです。このラジオセンターはレンタルショーケース発祥の地とされています。中にはアニメキャラクターのグッズやら、まあ他にもアニメとかそういうものとは関係ないものも並んでいて、これは何なのかと言いますと、このショーケース一つを賃料を借りて、まあ、借り切ることができるというものです。そしてここに並んでいるものを自由にお客さんが並べて好きな値段をつけて売ることができます。で、売上の一定割合とか、それから賃料とか、それがお店の収入になり、お店がお客さんの代わりに物を売ってくれるということです。だからまあ自動フリーマーケットみたいなものですかね。そしてまた中の方へ入ってみると、これが面白いですね。いろんなものが売っていますが、見てください、この左側、偽装型ビデオカメラとかね、これは要するに隠し撮り機っていうことかな。それから盗聴器なども売られています。普通に盗聴器が売られているというのは面白いですが、一方で盗聴器を発見する装置なども同じ店で売っています。そんなものが普通に買えるのか、まあ別にそういうのを作ること自体は問題はないんでしょうね。だから堂々と売っているし、買うことも問題はありません。他にも随分レトロな感じですけど、この右側のお店は変圧器専門ですかね。それからこちらは発光ダイオード専門の店じゃないですか。さすがにすごいですが、この建物そのものも迫力がありまして、2階の方へ上がっていくこの配管の構造なども見事です。ラジオセンターを抜けて中央通りに来ました。昔は多く電気部品屋さんがあったそうですが、現在はこのようにゲームセンターとか食べ物屋さんとか、まあ遊び場としてはいいのかもしれませんが、しかし電気部品の街という雰囲気は中央通り沿いにはないように感じます。しかしパッと見るとそうですが、それでもこの大きな交差点の角に、これなんかすごいですよ、ケーブル配線部材と書いてあって、このお店愛三電機さんは光ネットワーク、3階光通信、2階ネットワーク、1階電線、1階配線部材うんぬん、私は見ても詳しくは分かりませんが、どうもケーブル専用のお店のようです。そのお隣、これもすごい、坂口電熱と書いてあります。電熱線専用のお店。実は秋葉原には今でもこういう風にもう一つの部品だけをずっと売っていって、それで高いビルを一つ建ててしまうような、まだまだまさに電気の街という雰囲気はちゃんと残っているのです。この中央通りを右奥へ進めば秋葉原駅、神田駅、日本橋、東京駅方面です。左手は上野駅方面で、この下に地下鉄銀座線が通っています。秋葉原の街の中心は秋葉原駅から末広町駅までの間です。ここにドン・キホーテがあります。秋葉原の街の大きな歴史の転換点となった建物です。
2004年にこれができたそうですが、それまでの秋葉原は夜の8時になってしまえばほとんど食べるものを出すようなお店もなくなってしまう、もう閉まってしまう、そして街に対して人も歩いていないというかなり変わったところだったそうです。2004年にここへできたドン・キホーテは深夜まで営業することになって、そんな時間まで空いてる店ができたのかといってこの街に刺激を与え、それから夜も楽しめる秋葉原の街がだんだん広がっていったのだそうでした。ここには AKB48 劇場が入っておりまして、もちろん皆さんもご存知、まあ私があまり詳しくないんですけれども、 AKB48 もここから始まっていったそうです。この辺りからちょっと左手に分かれていきます。ちなみに今回はこの男性の方にご案内いただいていますけれど、コロナになる前は女性のメイドさんのような格好をした方に案内をしてもらえるというサービスになっていました。ここにありますのはガチャポン会館です。中へ入ってガチャポンをやるということはできませんが、大量のガチャポンが入っていてかなりレアなものもあり、頻繁に入れ替わっているというから驚きです。私も買ってみました。中へ入って秋葉原っぽいもの、なんかアニメキャラクターみたいなのがいいなということですね、いろいろ探して、まあ、あったあったって400円のやつと500円のやつを1個ずつやったのかな、だからこれで900円です。300円とかにすごい安いものもあります。これすごいですね。これはときめきメモリアルの多分すごい昔のやつ、なんかあの恋愛シミュレーションゲームみたいなやつだと思うんですけど、こんな風になってバラバラのやつを組み立てるのもなんかすごいですけどね、やつってこれどういう気分になるんだろうなと思いながらやりましたが、こんな感じです。で、奥の方はですね、18歳未満の人はやってはいけないやつだったそうでして、まあ僕それ知らないで、あの回した後でね、うわ、これそういうやつじゃないかと思ったんですけども、まあこの打ち方だったら大丈夫だと思いますが、奥もバラバラの状態になってるのを、またやはり自分で組み立てる。あ、これがカプセルトイって外国では言うそうですけどね、ガチャポンの遊びの、組み立て、なんかやっていて複雑な気持ちになりますが、まあ面白いは面白かったですね。はい。あ、はい。ちょっと紛らわしいんですけど、この看板のお店でございます。あ、じゃあちょっと撮らせていただきますね、はい、すいません。それではここが、確かに書いてありますね、お帰りなさいませ、ご主人様、お食事と休憩をするメイドカフェです。ハニーハニーというところ、行くのは初めてですけど、一人でメイドカフェ行くのってなかなかハードルが高いんじゃないかなと思いますんで、まあ、こういう風にね、あのツアーの人に連れられて行くというのはすごいもう気楽なことです。撮影の許可は今回特別に降りていたんですが、ただまあお店に入る前にちょっと挨拶とかした方がいいのかなって、いきなりカメラ回して入るということはしなかったんですけれども、そしたらね、ドアを開けた瞬間に確かに言われましたよ。お帰りなさいませご主人様、おーこれかーと思ってですね、いやすいません今日はよろしくお願いします、そしていろいろ席について注文をさせていただくことになりました。はい、すいません、カチッコラテです。はい、はい、え、何か、はい、なんだろう、リクエストみたいなのだったりしますか。あ、リクエストですか。何でも、はい、秋葉原っぽいものがいいです。秋葉原っぽいもの、はい、なんだろう、ザ・メイドカフェみたいな感じですか、ね、あ、そう、あ、そういうのがいいですね。僕ね、初めてなんですよ、メイドカフェ来るの。オッケーです、はい、いや、ありがとうございます。オッケーかな、よいしょ、おー、あ、いいですね、ザ、ザいや、まさにこういう感じだ。え、なんかイメージこれじゃないですか。いやいやいや、これですいや、さすがです、ありがとうございます、かわいい、めっちゃおすいません、よいしょ、これ尻尾です、いや、お上手です、ありがとうございます、できました、ありがとうございます、いただきます、はい、どうぞ。これってあの練習とかされるんですか。しないです。あ、しないですか。へえ、もうなんかぶつけ本番みたいなそうなんだ上手だ、たまになんか事故を起きるそれはそれで面白いですね、ありがとうございます、はい、そうだ、はい本当にすごい、もうブサッブサッで、夏井館カレーピスとチーズケーキ、はい、はい、あ、これ私ですね、はい、はい、よいしょ、これツーショット撮らせてもらえます、すいません、いいっすよ、あ、なんかこれであのこう普通にやってもらえばありがとうございます、よいしょ、足します、すごいチーズケーキね、お店で焼いてるんですよ、はい、あ、そうなんですか、おいしそう自家製ですね、ありがとうございます、そう、美味しそうだな、これいつまでやってるんですか。これが、今一応いつも毎年だと、うん、8月で終わりなんですけど、そうなんですよ、なんかあのコロナでスタート遅かったから、そうそうそう、なん
ッキーですね、今日飲めたら。そう、ラッキー延長戦してます。延長戦、しかもこれ当たるともう一杯飲めます。もう一個ぶっ刺してます。そう、ガリガリ君もう一杯ボンって出てきます。すごい。え、それソーダはつくんですか。ソーダ、あ、そうそう、このまま。あ、なるほど。ちゃんとソーダもう一杯。それ強い音、結構得ですね。得です。じゃあ当たったら僕にもらえませんか。僕企画会員なんで。あ、そうなんですか。なんか飲み方、結構みんないろいろな人います。なんかまんまもう食べちゃう人もいる。あ、なんかストローストローでこうザクザク崩して飲む人もいる。トマスト美味しいかもね。トマスト美味しい。そうですね、紙でも大丈夫。なんかこれもなんかちょっと味付いてるソーダ。そうなんですか。すごい。そうそう、多分普通に甘い、普通に飲んでも。はい、ありがとうございます。いただきます。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。はい、あ、すいません。これ使ってください。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。いただきます。いただきます。たまに食うとうまいね。結構美味しいですよね。うん、ガリガリ君自体が美味しいからね。そうそう、焼き魚とかも同じ層になってて、これ焼いてるっていうことだから、まあ、場所によっては冷凍のをそのまま溶かして出すとか、まあ、そっちの方が圧倒的に多いですけどね。あれさっきの特別なやつなんですね。そう。ああ、すみません。サービスしました。ありがとうございます。1000円分で太っ腹ですね。そうそうそう。本当に。あ、すごい。2枚目だ。2枚目とか。じゃあ帰りますか。はい、あ、帰るじゃん。違う。間違えない。出発します。出発。間違えないでしょうね。間違えないし。はい。吉住様方の出発でーす。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、どうもありがとうございます。はい、すみません。あ、いいです。あ、大丈夫です。これ、取っちゃっていいですか。これ、いや、あ、全然です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、またぜひ遊び来てください。そうですね。はい、じゃあ、はい、はい、行ってまいります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。メイドカフェを出てまっすぐ前の道を進んできました。有名ななでしこ寿司などもここにあります。さて、こちら秋葉原でも有名なものですね。おでん缶、秋葉原の名物として長く君臨しています。90年代からもう売っているそうですが、これなんでここが名物になったのかって、まあ、いろいろあるんですけれども、まず一つにはさっき言ったように昔の秋葉原、夜になるともう食事をするのも結構困難な場所となっていたので、その時代の名残でこのおでん缶というのが今でも売られている。夜食べるものがないから自動販売機でこういうのを買って食べるしかないということと、それからあとはですね、90年代に Windows 90いくつというのがこの前の店で95だか98かなんかが売られてたらしいんですけれども、その Windows の発売が世界同時発売だったので深夜に並びに来る人がいまして、そういった人たちに売り始めたのが最初だとか、なんかそういう話をいろいろ諸説あるというのをお聞かせいただきました。そこからまた総武線の高架の方へ向かっていきます。この辺り大変味があります。これはツアーの案内の方も分からなかったんですが、秋葉原はなんかこんな風に電線がいっぱいありますよねなんて話をしまして、そういっぱいあるんですよね、電線。なんでなんでしょうね。老舗の料亭、こういうところにね、昔ながらの簡単の街の雰囲気も残っています。それから秋葉原といえば家電量販店ですが、今はヨドバシマルチメディア秋葉が大変有名ですけど、秋葉原の老舗家電量販店は小野田です。
モデンは歴史をたどれば戦前にまで行き着く家電量販店で、なるほど、確かに建物もすごく昔めいている。外側の窓から中を見ることはできませんが、もう純然たる量販店という感じでしたね。さて、秋葉原の駅のあたりへ戻ってきまして、秋葉ディープトラベルさんのツアーはこれで終わりですが、まあ、終わりというか、ここから先は引き続きですね、ワシントンホテルに泊まり、そして秋葉原の鉄道を楽しむツアーをまたやっていただきましたので、その分もまた皆さんに紹介させていただきます。はい、それでまた後日全然別の時の秋葉原なんですけど、動画の最後にですね、皆さんにこのディーポンというやつを紹介します。これはですね、あの秋葉ディープトラベルさんのやってる事業でして、で、あのスーツさんもしよかったらこれ宣伝してもらえませんかというふうにあの言われてたんですけども、どんなやつなのかなと思って見たらね、これ意外と使えるじゃないかということを知りまして、面白いなと思ったんで、あのもう私がね、あの頼んでもうちょっと詳しく紹介させてもらいますので、これは私の自由知識でやってるんで、なんかそんな案件とかいうほどのものでもないんですけどね。あのこれをまあ普通に検索するとディーポンって出てくるんですけども、まあ、押すとこういうなんかなんとも手作り感たっぷりのこういうサイトが出てくるわけですよ。こういう感じです。で、あなたの予算もしくはやりたいことによってあの秋葉原の体験が、買えますよというようなものでして、まあ、これであの飲食プランなんていうのは分かりやすいんじゃないかなと思ってやったんですが、まあ、他にも癒しプランとかね、コンセプトカフェプランとか、なんかまあ予算がいくらあったらとか、で例えばじゃあ今2000円持ってるからこれで2000円使って何かやってみようっつうとね、メイド喫茶でお食事するのは2000円とかですね、それからあとは何ですか、コスプレとか鉄道居酒屋とかね、まあいろいろあるわけですよ。ビーフデラックスカレーとか、じゃあこれ食ってみようか。まあまあこういうか、結構うまそうですよね。秋葉原にですね、ずっと昔からあるカレーの名店のベンガルというところに最後寄らせていただくんですが、ご購入はこちらから、はいはい、押してみましょう。押すとね、これ JTB のやつなんですよ。で、これで、チケットを購入するで、クレジットカードで支払うじゃないですか。2000円1枚だな。それでカレーのチケットも買えました。こういうやつなんですけどね。私が知ってるのとなんか違うなと思ったらね、最近場所移転してたみたいですね。前は秋葉原の駅のもっと近いところにあったんですけどね。今は銀座線末広町のあたりにありますが。1970年代創業の秋葉原随一の有名なカレー屋さんです。でさっき買ったクーポンですが、ここに持っていくと携帯電話の画面出すとやってくれるんですが、こういう風に変わりまして、で出てきたこれがデラックスカレーです。僕はカレーは甘口が好きなんですけど、すごいですねこの量は。これが具も相当固まってるみたいだな。固まってるっていうか大量にあるみたいだな。固まってるんじゃなくて、むしろカレーそのものはとても滑らかですけどね。でこれとサラダがついて、でね、この値段見ると1800円らしいんですが、じゃあ高いじゃないかと、クーポン買わないで直接来た方が安いと思いきや、さらにどこだっけな、このデザートどれでも好きなの1個ついて、それで2000円らしいんですね。なんか大人のラムレーズンアイスクリーム僕はしたんですけど、この500円とこれ足すとまあ2300円の300円ぐらい安くなってると。そんでね、このディーポンの僕がみんなに自らおすすめしようと思ったね、その最大の長所はこのディーポンを使えば、秋葉原の中の秋葉原のことをよく知ってる人が選んだ店、間違いのない店に安心して入店できるということです。例えばこのベンガルは秋葉原の名店なわけですけれど、秋葉原に行って秋葉原名物って言われてもよく分かんないし、一体何食えばいいのかなっていう時にディーポンを見ると、あ、なるほど、こういう店が秋葉原の中では昔から人気があったのかとかね、メイドカフェ行きたいっつっても一体どういうメイドカフェに行けばいいのかわからない、あ、なるほど、秋葉ディープトラベルよく詳しい人が調べた、よく知ってる人のおすすめの、メイドカフェにいくら払えば行けるのか、会計もなんか分かりやすいしね、味もすごいね、いろんなものの匂いがするの、まさにスパイスって感じですけどね、すごいね、うん。まず大前提から言ってとても美味しいんですけど、それをね冒頭でまず言っておきますけど、あのいろんな味がするもんだからね、なんか脳がなんか困惑してるの、これは一体何の美味しさなんだろうって。美味しいんですよ、うん、この肉もめちゃくちゃ柔らかいわ、これうまいですね。いや、こういうお店とかもね、きっかけがないといかないところあるじゃないですか。その素晴らしいものとの出会いのきっかけを作ってくれるっていうところが今回紹介しているディーポンのいいところだと思いますよ。これ別に言わされてるわけじゃないですか、僕が勝手に言ってるだけなんで、あの心からのおすすめですから。
辛くないのにスパイシーっていうのはとても素晴らしいですね。これがうまいカレーの味かという感じですね。もう結構仕事で秋葉原来るんで、本当になんか言わされて言ってるわけじゃないですけど、自分の私生活で行きたいよな。食べ終わりかけの頃合いを見てデザートも持ってきてもらいましょう。うまそうですね。カレーからもレーズンの香りがしたし、ここはレーズンジュースに自信があるところなんじゃないかな、わかんないですけど。結局味が気になるんでマンゴーラッシュも頼んでしまいましたが、やっぱうまいわ。出てくる料理がうまくなければそれはこんな便利な居場所で50年もやっていけるはずないですからね。おお、すごく味が濃いわ。自分が今何食ってるのかこれなら忘れなさそうですね。アイスってなんか食べてるとだんだん何の味だったっけみたいになってくるじゃないですか。すごい濃いラムレーズンだな。本当にすごいなと思ってたらもうちゃんとかなりの量のラム酒がかかってた。それはこれだけ濃いラムレーズンになりますわ。いやーよかったよかった、本当に良かったですわ。こういうのね、他のところでもなんかやったらいいと思うんですよね。まあやってんのかもしれないんですけど、これお金払ったらあとはここ行ったらこういうことできますよみたいなね。いくらの金を払ってでその買った切符を持ってどこどこに行ったらばあとはこういう体験ができる、でその質はうちがちゃんと考えたものですから大丈夫です、ご安心をみたいなね、そういう商品ってすごいありがたいものだと思うんだけど、まだなかなか普及してないと思いますんでね、こういう概念自体が。